でですね、えー、続いては第5話の感想の方に入っていこうと思うわけですが、そうですね、まず一つ目の感想としては、幽霊の噂というところで、こう春からの栄養種ですね、まあ、その栄養種を作っている工場に幽霊の噂が出ていたわけなんですが、まあ、こう春からもあずさもですね、 こう二人揃っってて幽霊がが苦手いいうととこころろね、なかなかか面白いところではありましたね、まあ、だからねこうどうしようもなくて助っ人としてベルゼブブを呼び出したわけなんですが、まあ、召喚場所がねずれてしまってお風呂になってしまっているっていうところがねやっぱり面白かったなというところではありましたね。 というか、こう、そもそもね、魔法の影響をうまくやらないと、細かいところでズレが生じてしまうっていうふうには思わなかったなというところでした。まあ、にしてもね、最初は全く乗り気じゃなかったベルゼブブがですね、こう、ファルファとシャルシャに頼まれて、こう、その気になってしまうっていうところがですね、やっぱりちょろいなぁと感じたところではありますね。 <laughs> そう。まあでもね、なんかこう、2人から頼まれれば、その気になってしまうっていうベルゼブブの気持ちもわからなくはないかなという感じではありますよね。まあ、ただね、幽霊っていうのもね、夜しか出ないのに、こう、昼間から呼び出されるっていうところはですね、こう、ベルゼブもさすがに怒ってもいいんじゃないかなっていうことはね、まあ思ったりはしました。 まあでもね、なんだかんだ楽しそうにやってるっていうところが、まあ、すごいね、微笑ましいところではありましたね。まあ、そういうところで、まず一つ目の感想である、幽霊の噂というところ終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくんですが、幽霊の事情というところで、 アズサたちがですねまあこうまあ幽霊屋敷に突入してですね幽霊であるロザリーと出会っていたわけなんですがまあこう思っていた以上に柄が悪いっていうところがですねだいぶびっくりしたところではありますねまあ何て言うかねとってもこう生前はおしとやかだったっていうふうには思えないぐらいに柄が悪かったっていう感じですよね <laughs> そう。 まあでもね、こう、両親に、シした金で売られそうになったりすれば、さすがに、ぐれたりもするかっていう感じでしたからね。なんかそういう事情とかを知っていくと、まあ、おしとやかではなくね、こう、柄が悪いっていうところも、まあ、少し納得がいくところではありましたね。まあ、にしてもね、こう、生前に、こう、ぐれるっていうわけじゃなくて、 幽霊になってから、ぐれているっていうところがですね。なかなか新鮮な感じで、面白いところではありましたね。まあ、そんなロザリーを出てこさせるためにですね。まあ、こう、まあ、馬糞置き場にするぞっていう。まあ、地味な嫌がらせで脅しをかけたりとか、まあこう、魔法でロザリーをですね。成仏させようとするベルゼブブがですね。なかなか面白かったな、と。 いうところではありま,す、ね、そうまあでも本当にバフン置き場に関しては本当に嫌だなっていうことは思ったところではありますねそうまあ絶対匂いの面で嫌ですよねそうあと見た目か見た目がねそうそうそう、まあ、そんな置き場にされたらたまったもんじゃないよねっていう感じでしたあとはねロザリーを見つけるまで まあこう、幽霊を怖がって震えているあずさと春からはですね、なかなか可愛いなぁと思いながら見ていたところではありますね。そういうところで、二つ目の感想である、幽霊の事情というところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、分離させるためにというところで、 ロザリーをですねさの家に移ってもらうためにこう一度春からに憑依させたっていうところまではですね良かったわけなんですが、まあ、今度はね分離することができなくなってしまうっていうことが起こったりしてましたまあねそんなロザリーを分離させるためにこう型にはまったクッキーの要領で振り回したりとかこう叩いたりとか。 こう型を壊ししたりしよううととすするっていうところですねそうなかなかそういうところが見ていて賑やかだったわけなんですが本当にねこう笑いが止まらないくらいに面白かったところではありますね、まあ、特にこう型を壊すってなった時の壊しちゃダメだろっていうこの思わず突っ込んでしまう感じのノリがすごい良かったなと思いま いう感じではありましたね、まあ、でもハルカラがですねいつも寄っている、まあ、こうお酒ですね、まあ、これが憑依した幽霊を追い出すっていうところに役立つとは思わなかったわけなんですが、まあ、こう無事に分離することができたっていうところに関してはですね何よりという感じではありましたね。 まにしてもね、こう、誰に憑依させるかっていう段階で、まあ、こう、意志薄弱ですぐ他人に流されるようなやつとしてですね、春からが選ばれてしまっているっていうところはですね、まあ、正直、笑うしかなかったなというところではありましたね。まあ、そういうところで、三つ目の感想である、分離させるためにというところ、終わっておきます。 でですね最後にというパートに入っていくんですが、まあ、ラストでですね町の人に受け入れられた時のロザリーの笑顔がですね、まあ、すごい輝いている感じだったわけなんですがなんかねそういうところがすごくいいなぁと感じたところではありますねまた個人的にはですねロザリーがグレる前のおしとやかな感じですね この辺も見てみたいなっていうふうに思ったところではありましたまあね今回であずさたちの家にもですねこう新たにロザリーが加わったわけなんですが、まあ、より一層ねあずさの家が賑やかになっていくなっていう感じでした、まあ、そういうところで第5話の感想の方終わっておきます